どうも哲学とです、本日、ディアブロ2リザレクテッドの、大型パッチというか、パッチ 1.10 が、適用されましたんで、PC 版だと 12.2 ですかね、ちょっとねしばらく遊んでみての感想をお話ししていきたいなと思います。まずね今回まあ一番大きなアップデートとしては、オプションからね、ゲーム設定のところで、オフライン難易度スケーリングっていう機能が追加されて、まあこれはね、昔あったプレイヤーコマンドに近いんですけど、オンラインのね、キャラクターと同じく、この人数をね、3、4とか、5、6、7、8って変えていくと、まあ8人で、マルチをしているときと同じね、ドロップで、プレイができるっていう感じですね。まあ当然8にするとね、結構、敵が強くなってしまうんですけども、その分ね、ドロップの数が増えるので、しっかり MF を積んだ上で、やると、まあ、8人パーティーと同じだけのね、アイテムが出るんで、そこは結構ね、ありがたいかなと思います。ちょっと8でやってみましょうかね。ちなみにね、残念ながら、オンラインのキャラクターでは先ほどの難易度スケーリングのところが、ブラックアウトされちゃうので、そこはちょっとね、残念な感じなんですけども、まあ、結構ね、火力が出るビルドをやられてる方、まあ、ハンマーディンとかだと、ソロでもそこそこね、8人パーティーのエリア回せたりするんで、いいかなと思うんですけど、とにかくね、アイテムの数がまあ8人パーティー用なんで、むちゃくちゃたくさん出るんですよね。まあ、当然敵も強くなるし、あと経験値ですね。もう8人パーティーの時と同じだけ入るので、まあ、そこは非常にありがたいかなっていう感じですかね。で、あと、結構ね、バグフィックスとか、あと、特にですね、画面表示周りのね、アップデートが結構たくさん入ったので、こうやってね、結構ヘルのアクト1でも、8人用なんで、結構ね、やられちゃったりするんですけど、画面表示がね、すごく、改善されて、こうやって体勢表示がね、昔ね、前まではすごいプレステなんかだと、小さくなってたんですけど、PC 版と同じようにね、この縦マークがつくようになったんで、まあ非常にね、どの体勢がついてるかっていうのが、透明にも見やすくなったかなっていう感じですかね。当然ね、ちょっとね、オンラインでできないっていうのはなかなかあれなんですけども、まあ、部屋を建てるときに、8人パーティー用の部屋とかね、建てられるような機能にすれば、まあ、ゆくゆくはね、できるんじゃないかなっていう気もしないではないので、まあ、ただね、やっぱり、パーティー人数を増やすってのはそもそもやっぱりパーティープレイで遊んでもらうっていう機能をやっぱり前提にしてるんで、まあそこはね、なかなかオンラインに実装っていうのは難しいところもあるのかなと思いますね。なんでオフラインでね、キャラクター育ってる方とか、あとまあ早くレベル99にしたいなっていう方なんかは、使ってみるとかなりね、この機能いいんじゃないかなと思います。当然攻め速度とね、トレードオフの関係にあるので、まあ、なんていうのかな。難易度の微調整機能としてね、非常に、これ、良かった、いいんじゃないかなと思います。ヘルでやっぱりオーバーキル気味になりがちなキャラクターって結構いると思うので、まあ、特に今まだラダーが始まってないということもあって、ヘルも、まだね、敵の強さが、ラダー時よりも、低く設定されているので、ヘルクリアした後のトレハンとかで、もっとね、たくさんアイテムが欲しいよっていう方は、試してみるといいんじゃないかなと思います。そうですね。あと、バグフィックス関連も結構入って、画面の中でね、ちらつきっていうのかな。アクト5なんかでよく起きるんですけど、画面にビリビリって横線が入っちゃったりとかね、そういう不具合が、解消されてるのと、あと、スキルのね、セットが、たまに消えてしまう不具合、
あそこら辺も、回収されていると。でマップ描画のね不具合なんかも回収されていて、であとライフポーションね、ちょっと今これ音をね動画に載せてないんで、聞こえないんですけど、ポーション入れた時の音なんかもね、ちゃんと入るようになったんで、なんていうのかな、まあ誤操作防止用のね部分がかなり良くなったのと、まあやっぱり体制表示も含め、いろんなところの、画面描写系のねバグとか、見づらかった部分が改善されてますので、かなりいいアップデートだったんじゃないかなと思います。まあ、難易度スケーリング機能がね、オフでしか使えないので、ちょっとそこはね、若干残念ではあるんですけども、まあ、ソロでね、普段プレイされてる方は、これを機にね、ちょっとオフラインのキャラクターも育ててみるのはいいんじゃないかなと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。